こんにちは。過去の統計によると、自分に居場所がないと感じる日本人は全体の 3.8% ほどいることが分かっています。そしてそういった人の中には、自分が社会に拒まれていると思い、社会に対して不満を募らせ、その不満が爆発することで犯罪に手を染めてしまう人もいます。ということで、今回は自分を拒んだ社会に怒りを覚え、最強を目指した末に、この社会を守る警察官を殺害してしまった青年、島津啓太が起こした大事件、奥田交番襲撃事件についてご紹介していきたいと思います。では行く。島津啓太。まず事件の概要の前に、今回の事件の犯人の生い立ちについてご説明していきます。今回の事件の犯人は当時21歳だった男性、島津啓太であり、彼は富山県中新川郡立山町出身で、母親や同級生曰く、幼少期からおとなしい反面、頭に血が上りやすい性格だったらしく、人間関係を築くことが苦手で、周囲の人間とトラブルになることが多かったようです。そして島津の両親は、そんな島津に対してしつけとしてたびたび暴力を振るうことがありました。また小学生や中学生の頃には、その性格が原因で同級生からいじめを受けていたらしく、中学2年生から不登校になってしまい、自閉症を患うようにもなりました。そして不登校になってからは、これまで暴力を振るってきた両親に暴力を振るうようになり、近隣住民曰く、島津家からは何かを壊す音や怒鳴り声がしょっちゅう聞こえてきたらしく、島津は警察沙汰になったこともあったそうです。それから時は流れ、16歳になった島津は高校へは進学せず、中学時代と同じく実家に引きこもり続けていました。そしてこの頃になると、島津の両親への暴力はより過激になっていき、家族はやむを得ず家を離れ、島津は実家で一人暮らしをするようになりました。ちなみに一人暮らしといっても、島津は自立できていたわけではなく、別居していた両親が食事を届けていたそうです。そんな島津ですが、もともとミリタリーマニアだったらしく、17歳の時に偶然見つけた自衛官募集の広告に興味を示し、これまでだらしない生活を送っていたはずの島津が一変して真面目に自衛官を目指すようになったそうです。そして2015年3月に、島津の努力は報われて入隊試験に合格し、18歳で陸上自衛隊に入隊することになり、金沢駐屯地の部隊に配属されました。ですが入隊してからも島津の性格が変わることはなく、同僚と口論や殴り合いの喧嘩を何度も起こしてしまい、入隊から2年後には半ば除名という形で退職してしまいました。交番襲撃。島津は自衛隊を退職した後、近所のファーストフード店でアルバイトをしていました。そんな島津の勤務態度は非常に真面目だったらしいのですが、2018年6月26日、なぜかこの日はいつも真面目に勤務していたはずの島津が店長の指示を無視して掃除をサボっていたのです。そしてこの日の12時半頃、同僚がそのことに気づき、島津を注意したのですが、島津はそれでも指示に従わず、今度はその様子を見た店長が島津を注意しました。すると島津は頭に血が上り、店長を睨みつけ、それから店長に頭突きをしたり、顔を何度も殴ったりし、そのまま制服を脱ぎ捨てて、やめますと言って13時8分頃に店を出て行ってしまいました。ちなみにこの時店長は左肘骨の骨折と左手親指の脱臼による全治3週間の怪我を負ってしまったそうです。その後島津は母親に、アルバイト先の店長と言い争いになって殴ってしまったと連絡し、その1時間後の14時10分頃にアルバイト先のファーストフード店から少し離れた富山県富山市久方町にある奥田交番に向かいました。この時島津は自首をしに行ったのかと思いきや、なぜか交番を襲い出したのです。まず奥田交番に着いた島津は、交番の入り口ではなく裏口に行き、裏口のドアをノックしました。そしてこの日は交番の所長である46歳の男性、稲泉健一警部補と交番相談員1名が勤務しており、島津のノックの音に気づいた稲泉警部補は、少々お待ちくださいと言って、特に警戒することなくドアを開けてしまいました。するとその瞬間、刃渡り 13.1cm の刃物を持った島津が交番に押し入って、稲泉警部補に襲いかかり、何度も刃物で腹部や頭部を刺してきたのです。もちろんこの時稲泉警部補は必死に抵抗したのですが、元自衛官だった島津を相手にしていた上に奇襲されて不意をつかれてしまったため、一方的に島津に刺されてしまいました。そして稲泉警部補は腹部大動脈損傷や咽頭後頭損傷等を負い、これらの損傷によって血液を吸引して窒息死してしまいました。また稲泉警部補と同じく交番にいた相談員も、交番に備え付けられ
られていたサスマタを使って暴走する島津を捕らえようとしたのですが、島津に押し負けてしまい、その後島津は稲泉警部補が所持していた拳銃を強奪しました。ちなみに警察が携帯している拳銃はベルトに取り付けられているホルスターに収納されていて、さらに拳銃は紛失したり簡単に奪われないよう釣り紐によってベルトに固定されているのですが、島津はこのことを知っていたのか、手際よく稲泉警部補のベルトから伸びている釣り紐を切断して拳銃を奪ったのです。それから島津は稲泉警部補の返り血が服についた状態で血を垂らしながら逃走し、拳銃を手にしたことで自分は無敵になったと感じたのか、さらに人を殺すために人通りが多く交番から100メートル離れた富山市立奥田小学校の正門前に向かいました。そして正門前に着いた島津はその場にいた68歳の小学校の警備員中村新一さんの顔面に向けて弾丸を放ちました。これにより中村さんはガクッと膝からゆっくりと倒れ込み、島津がその場を離れた後、近くを通りかかった6人の男女が中村さんに心臓マッサージをしていたのですが、すでに殺椎骨動脈損傷によってくも膜下出血を起こしており、すぐに亡くなってしまいました。またちょうどこの少し前に交番で島津と交戦した相談員の通報によって事件のことが警察署に伝わり、警察から奥田小学校には周囲で刃物を所持した危険人物がうろついているという連絡もあったため、小学校はすぐに学校の門を封鎖したり生徒を体育館に避難させるといった対応を取っていたそうです。ですが島津は中村さん殺害後難なく奥田小学校に侵入しており、この時子供たちに危険が及ぶ可能性も十分にありました。とはいえこの時すでに島津の居場所が警察によって特定されており、島津を見つけた警官はそこのお前止まれと言いながら銃を向けて島津に警告しました。ところが島津は警官から逃げるどころか警官の方に向かっていき、警官は警告通り島津に向けて銃を発砲し、弾丸が左腹部に命中したことで島津は倒れ込みそのまま逮捕されました。ちなみにこの時島津を逮捕した警官はお前何したか分かってんのかと言ったのですが、島津は銃を撃たれたから何もできないとだけ答え、反省している様子は見られなかったそうです。強い奴に勝ちたかった。逮捕後の取り調べで島津は稲泉警部補を殺害した時に使ったナイフ以外にも刃渡り 15.4cm の斧や刃渡り 33.3cm の折りたたみ式ナイフを所持していたことが分かりました。しかもこれらの刃物はアルバイト先から出て行った後で持ち出したわけではなく、最初から所持していたため、アルバイト先で叱られたから交番を襲ったわけではなく、最初から誰かを襲うつもりだったことが分かりました。そして後に島津がここまでして警官を襲おうと計画していた理由が明かされ、そのあまりにも自分勝手な理由に警官やメディアはあっけに取られました。自分より強い武器を持っている警官と戦って勝ちたかった。どうやら島津は過去のいじめや人間関係でのトラブルなど社会に対する不平不満が募りすぎて精神的に限界を迎えていたようで、八つ当たりとして自分より強いものに勝って快感を得たかったらしく、裁判中に島津はこう供述していたそうです。なんかいつでもいつだって同じような感じで失敗を迎えるんです。人間関係をうまくできなくて同じような失敗を繰り返す自分に失望して、この先何十年も生き続けなければいけないという自分の展望のなさ、成功体験を求めても叶うことはない、自分を受け入れられない社会にもう付き合っていられなくなった、それで選んだのが社会の秩序を守る責務を負う警察官だった、自分より強い武器を持っている人と戦いたい、相手をしてもらえると思った。このような島津は恵まれていたとは言えない環境に育ったにせよ、あまりにも身勝手な言い分ばかり並べ、さらに自分について語ることはあっても被害者について言及することはほとんどなかったのです。ちなみに警備員の中村さんは島津に警官と間違われてターゲットにされてしまったらしく、2020年1月に中村さんの妻は拘置所にいる島津に会い、事件を起こしたことについてはどう思っていますと問うとこう答えたそうです。あなたの旦那さんを殺したことは悪いとは思っていません。悪いと思えないことが申し訳ない。こんな僕で申し訳ないです。唯一の後悔はあなたの旦那さんを警察官と見誤ったことです。このように真摯な謝罪ができなかった島津に対して中村さんの妻は、この人は境遇や自閉症の影響もあって何を謝ればいいのかがわからないのではないか、もし島津を死刑にしたら私たちの苦しみや悲しみを理解できないまま死んでいくのではないかと思ったらしく、島津
ずに生きて罪を償うことを求めたそうです。ですが島津の犯行は極めて悪質であるとされていて、死刑を求める声も多く上がっており、現在でも島津の刑は確定していません。たとえ島津にどんな刑が下ったとしても、島津が尊い命を奪ったことへの後悔と反省をして、残された人たちに謝罪できる日が来ることを心から願っています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て島津にはしっかりと反省してほしいと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。終わり。